オンドラムス藤井亮。オン・ドラムス増谷育夫。こういうふうな形で、2人で今日はやりたいと思います。こんなん珍しいでしょう、でしょう。ありがとうございます。それでは、ちょっとメンバー紹介っていう2人なんですけどね、ミスター藤井の紹介します。彼とはもうそうですね、40年近く、35年ぶり、最近そういうメンバーとやるのが、もうね、だいぶ皆さん、もうだいぶみんなそれぞれ、名ギタリストや名プレイヤー、もうドラマだけでいっぱいいてたんですけど、最近、私はそういう、何言うんかな、自分も60回って、もう、あといくつまで叩けるかはわからないんですけど、先ほど叩いてた娘のマリにバトン交代しまして、まあ細々、まあ自分の気ままにもうドラム叩いて今、やらせてもらってます。ゆっくりとした仕事とペースでやってます。彼はそしてその先ほど言ったもう 3,40 年前に知り合って、それからちょっとの間会ってなかったんですけど、僕は僕で、
まあ、いろんな仕事したりやってて、彼は彼で、いろんな仕事、ドラムの仕事やってたんですけど、まあ、あの私の知ってる限り、説明させていただきます。クインシー・ジョーンズ知ってる人、天下の世界的な We are the world のプロデューサーですね。クインシー・ジョーンズさん、そういうスティービー・ワンダー、そういう超有名な、クインシー・ジョーンズさんの、関係 の、 あのブルース・ジョンソンさん、ブラザース・ジョンソンですね。チョッパーのドッペッツプッツペッツプッペッっていうのが、そういうのを彼の、彼のでも私よりだいぶ大先輩なんですけど、ベースのクリニックとか、あとベースのライブのサポートドラマーとして若い時もやってます。そして私の知ってる限りまだまだあります、大神瑠璃子さん、まあ、大阪で生まれた女、ボロさんも歌ってあるけど、瑠璃子さんも歌ってあります。知ってある人はスパニッシュハーレムとか、大神瑠璃子、もうほんまにね、88ロックデーとかポップコーンの時から出てきてはって、スターキングデリシャス、そういういろいろ有名な方。私間接的に辻川雅治さんとか、トランペットのやってたんですけど、で彼は彼でまた違うルートで瑠璃子さんのパーマネントメンバー、スペシャルなメンバーとしてやって頑張って活動しております。今も、いろんな仕事、ドラムの仕事、サポート、いろんなことをやっております。最近またいろんなことを聞いて、あ、素敵に人生歩いてるなと思っております。それでは、盛大なる拍手で、迎えてあげてください。オンドラムス藤井亮ご清聴なご説明、ご挨拶、ありがとうございました。どうもすいません。何をかすと、35年前、このフィクさんと出会った時、ちょうど、まあ、サックスの女の子のサポートかなやられた時にちょっとお会いしたんですけど、気さくにお話しされて、していただいて、お前あドラムやってるんですかねみたいなね、まあ、先輩なんでね、また仲良くしましょうみたいな、結構気に入っていただいてなぜだかね、でそれがその当時はだから、ね、育さんちょうどお仕事もたくさんされてましてですね、一番その時当時一番、やってたのはマイルドセブンのね、CM ね、マイルドセブン FK っていうタバコ、もうね今ないんですけど、そのね、それのお仕事をやられて、なんかこうパラグライダーでずっとこう降りてくる、こういうシーンありましたね、あれです ね、なんか今思い出しましたけど、すごいな、この人がそうなんやと。飛んではないです、ね、飛んでませんでした、あれあれ育さんじゃなかったのね。僕飛んでますあの昭和町でね、イクシーズっていう喫茶店やりながらね、いろんなドラムのことをね語ったりとか、教えていただいたりとかして、あれね、これ若かったなだからね、もうシュッとされててね、かっこよかったですね。それとかね、皆さん知らないですかね、まあ、海外でね、もうその方もスーパースターなんですけど、オテロセレモニーですかね、このスチールドラムやられててね、ジャコパストリアスとかね、ジャコパスなんか知ってますかね、皆さんのベースでね、知ってます、ジャコパス知ってる人、あ、知ってますね、そこの中でね、ちょっと一緒にやれてた、やられてた、ウェザーリポートね、ウェザーリポートね、ジャコパスね、そのスチールドラムすごい方とご一緒されたりとかね、あとね、もう言い出したらきりないんですね、イクさんね、例えば毎日放送千里山でね、ずっとあの辺でねうろちょろされていて、ね、市の色ね CM の仕事されてたりとか、あとはそうですね、中島ラモさんね、リリバッターアーミーも やられてたんじゃなかったかな、ね、桑名さんもそうですし、みんな死んでるじゃないですかね、ダメですね、まだまだね、頑張ってくださいね、なんとか死ぬと頑張ります、はい、もう数えたらきりないんで、もうね、とにかく僕の大先輩で、まあ、すごい人で、まあ、これも何かね、まあ、ご縁でねご一緒させていただいてっていうのも、まあね、35年ぶりにまさか娘のマリちゃんなんかもね、こんなちっちゃかったすごいスーパープレイヤーな、こんな形でご一緒させていただくなんて、もう夢のようなね、ことで、またね、何かイクさん機会ありましたら、これを機会にね、何かダブルグローブという形でね、ぜひともまたご指導よろ
ろしくお願いいたします。はい、ね、一番最後に会った時に会えたかな。誰かのマップ一緒でしたか。じゃあ、ね、ツインドラムいいですか。ツインドラムやられてるね。そうですね。まあすいません、そんなスーパードラマ関西でなんで東京に行かないんだろうみたいなね、方な、そうですね東京大阪で生まれた男の正江さん、どうぞ大きな拍手をお願いします。あ、そうか、それとあれでもう一つ、小出のシンバルね、産業博もねやられてましたね。そしたら、今度は、まあ、さっきのは、まあ、紹介的な、2人、まあ、名刺代わりの、まあ、ドラムのバトルやったんですけど、今度は私パーカッションに移動させてもらいまして、ちょっと、なんかお遊びしたいと思いますので、耳汚しですがお付き合いください。しばしお待ちください。それでは、
さんすごいな、もう持ってきますね全部ね。さすが。なんかやっぱりね、そのマリちゃんのドラムワークなんか見ててもやっぱりちょっとね、皆さんも分かると思うんで、お父さんのこのなんていうんですかね、ちょっとエフェクト、下回ってね、エフェクト的なちょっとドラムのなんかこうふわっとするようなね、もういくさんこういうのね、もう大阪一番だと思います、やっぱりね。なんかあでもなんか今日はもう2人のグループなんでね、しっかり押さえたいと思います。わかりましたよ。故郷の、何ていうの土地のあれをお祭りドラムでサウン故郷のね、そうそう、子供どこでした、どこでした。いや、僕はね堺なんですけども、やっぱりね、その、まあ、だんじりがあったりとか、布団太鼓があったりとかしてね、季節的にもうね、秋で、秋だったり夏の終わりだったりとかしてね、ドンドコドンドコドンチキチンドコドンドコドンチキチンチキチンって寝てたらね、こう来るんですよね。で、子供の頃やっぱそうこういう状態でね、なんかこう街からなんかこう音が聞こえてくるとね、なんかねこうワクワクするんですね、やっぱりね。で、なんかわからないですけど、僕も茅ヶ沢の頃からね、いらっしゃいますかね、例えば泉南の方とか堺の方とか、もしいらっしゃる方ね、あんまりいないですかね、見えないな、あんまりないね。まあそういう感じで、もともとやっぱりそういう血が流れてるかな、ね。それとまあドラムやりだした時はね、やっぱり僕もね、僕実はねドラムやりだしたのがドリフターズをね見てね、8時だよ全員仕事、皆さんご存知あります？結構もう皆さん年ですね。あれを見てね、例えば加藤茶さんです。加藤茶もそうなんですよ。加藤茶もすごかったですね。バックでね、岡本ゲイスターズ、そう、はい、そうなんですね。あれほんま秋雄って言うんですけど、多分ね、多分小生ってその頃ずっと思ってて、ゲイスターズね、あれ素晴らしい、なんかフィナーレとかやるんで、よかったですね、すごい、そうなん、うまいんですよ。もうああいう番組また発生しそうそうでね、面白いってね、みんなね、加藤ちゃんね、こうやっぱりこうものすごくうまいんですけど、こうちょっとね、叩いたらドラムがポロッと落ちたりとかね、あれいいですね、本当ね、そう私はああいうのやりたいなとか、やりたいです。どうしてもちょっと最後はね、こうそっちの方に行っちゃうんでね、ドラムソロやってる最中にこう一つずつ袖に片付けられるっていうのが面白いですよ。そうそう、片付けてね、これあれちょっと待って待って、で西城秀樹はちゃんと叩いてた、ここでもね。ああ、ね、そうですね。そういうバトルがあって、懐かしい。ああいう番組ほんまいいですね。ね、スタジオ、はい、スタジオ。僕やりますね、まあまあそんな感じで。藤井さん、とりあえず告知とかなんかあれば今。あ、そうですね。はい。ですね、まあじゃあね、ちょっとそんな覚えてないんですけど、いろいろやらさせていただいているんですけども、11月の29日の金曜日なんですけども、クロモンっていうね、バンドをやっておりましてですね、大阪の、どこですかね、西天満あたりにガンズトイトイっていうところがありましてですね、そこでライブをやらさせていただいて、いただきます。メンバーの方はね、カオリーニョ藤原さんとご存じないですかね、とか、あと、ヘコ西川さんで、ボーカルはモーリーさんというんですけど、まあ、そんな形でちょっとバンドやらさせていただくのと、あと、まあ、いろいろ他もあるんですが、あともう一つだけ、12月の31日にの大晦日、しばらく出てなかったんですけども、ハードロックカフェで、一応カウントダウン、やりますんで、もし大晦日お時間のある方はまた遊びに来ていただければ幸いでございます。すみません、そんなもんですかね。あともういろいろあるんですけど、はい、イクさんの方は何かないでしょうか。はい、私は、そうですね、何やろう、まあ今日小出シンバル社長さん来てるかどうか、小出シンバルのイベントをまた来年、私ドラムでシンバル、今日は小出社長来とったらちょっとまずいですね、ちょっといろんなの使ってるけど、小出シンバル、もう大阪の日本ではもうね、もうセービアン、ジルジャン、パイステと並ぶ小出シンバルさん、イスタンブールに並ぶ小出シンバルさんが平野区で製造してあって、
社長来てなかったので、宣伝しておきます。それのも私大阪産業フェアでドラムを叩いたり、もう2009年からずっとやってます。それとあと12月8日はここであの藤井さんとまた一緒ですね。そうですね、はい、広田さんの名ギタリスト、はい、広田達弘、はい、またその時はツインドラムで、ツインドラムで、ね、私、はい、パーカッションの方ですよ。あ、はい、ドラムお願いします。はい、それでやらせてもらいます。日曜日のお昼です、このイベントは。それとまあ中谷普段はパーカッションしてて中谷やってるんですけど、おとついなんですけど、うちの娘と一緒にあの演歌 の, あのリサイタル、素晴らしいリサイタルが行われまして、最高に盛り上がって、うちの娘とも全力でやったんですけど、ツインドラムでやりました。今日はね、歌手の、桜本さん、あの素晴らしいコンサートを打ち張った桜本さん、一回立ちますか。ご起立お願いします。それで、素晴らしい、演歌の、もうラッパーホーンセクションとやってきたんですけど、まあ来年もまたそういうジャンル、いろいろジャンル隔てでやろうと思うんですけど、また藤井さんもご一緒しましょう。あ、じゃ あのぜひともよろしくお願いいたします。いや、こちらもまた振ってください。はい、あ、はいはいはい。それでは、長々なりましたが、これで最後にちょっと、最後のお遊びです。ドラム2人で、ちょっと、最後にやりたいと思いますのでお付き合いください。
終了。